ステラワースオリジナルシチュエーション CD 心覚え2浮かびはい。というわけで今お話しいただいた通り、今年度は僕と副担任である彼女の二人で2年 E い組を担当しますので、一年間よろしくお願いします。 え、<laughs> 僕の自己紹介いいよ。二年時のクラス替えはないんだから、みんなよく知ってるでしょ趣味もマイブームもありません。あいにく君たちのことを考えるので毎日精一杯ですから。<laughs> 適当なんて言ってませんよ。本心です。さて、今日は最初のホームルームなので、まず学級運営の方針についてお話しできればと思います。 概要を記載した学級通信を配りますので、後ろへ回してください。初めての学級開き、お疲れ様でした。確かに、こわばった表情から君が緊張していることは伝わってきましたが、でも初日にしてはとても良かったですよ。 心配されていた声もちゃんと通っていたし。ええ。何より一方通行にならないよう生徒の反応をよく見ながら話していたでしょう。だから生徒たちも心を開いて君に色々質問してたんです。君は、教師としてのビジョンがすでにきちんとしているんでしょうね。君が赴任してくると知った時は驚きましたが、 昔みたいに教えるばかりではなく今後は僕も君から学ぶことが多々ありそうだ <laughs> 何をするかって君があんまり愚かだから分からせてあげるんですよあっ <laughs> ストッキング邪魔だな <laughs> こらおとなしくしていなさいい <laughs> いやでもここ… <laughs> 下着の上からでもわかるぐらい濡れてきて… ほら、ぐちゅぐちゅ。恥ずかしいですね。<laughs> ステラワースオリジナルシチュエーション CD 心を覚え2沈み はい、大丈夫ですよどうされましたかああ先日お願いした進路学習の資料の件ですね確かにここをよく読むとちょっと変だなもしかしたらお送りしたファイルが間違っているのかもしれません原本も僕が持ってるので少しお待ちください ああ、あった,あった。やっぱりおかしい。質疑応答の欄、回答だけ本来の記録とは相違がある形で入力されてしまってますね。別の資料と混ざったのか、勘違いしたのか。そうですね。全く噛み合わないわけでもないので、僕も気がつきませんでした。すみません。 改めてこちらを参照していただけますか。<laughs> よかった。あまり確認せずお任せしてしまって失礼しました。いつもいろいろと気がついていただいて助かります。ありがとうございます。君は本当に仕事が早いです。 そうそういい子いつまでも立ちきれないでただ媚びを売って自分を消費してかわいそうにね <laughs> その顔いいねご褒美あげようか あの机に手をついて。いつもみたいに俺にお尻を向けて足を開いてどうして欲しいのか説明しなさいよくできましたふふ <laughs> つ そんなに待ち遠しかったんだ。ああうん、<laughs> 濡らしすぎ。お尻まで滴ってるよ。指何本まで入るかな。